こんにちは。ナビゲーターの松永杏奈です。前回は行政相談委員が取り扱った改善事例として道路に関するものを3つご紹介しました。次にご紹介する事例は身の回りの安全に関するもので、バス停の安全性の確保と水路の転落防止策設置についてです。それでは VTR をご覧ください。こちらはある国道沿いにあるバス停です。このバス停はトンネル出口から近くの場所にあり、また国道がカーブしているためトンネル出口からバス停が見通せませんでした。このため自動車は直前までバス停とその近くの信号のない横断歩道の歩行者に気づきづらいといった状況となっており、以前から交通事故の危険性が指摘されていました。そのような中、不幸にも地元の高齢女性が路線バスを降りた後、横断歩道を横断中に自動車にはねられ死亡するという事故が発生してしまいました。この地区を担当する行政相談委員は、このような不幸な事故の再発を防ぐため何らかの具体的な対策を講じる必要があると考え、地元自治会とともに関係機関である国、県、警察署、町、バス会社との間で何度も安全対策についての協議を行いました。その際、バス停の移設先は運転手が歩行者に気づきやすく見通しが良い場所であるかと同時に、移転先がバスの展開が必要になる場合は安全に展開できる場所があるかも協議されました。その結果、バス停を両方の条件を満たす場所に移設することとなり、地元住民が安心してバス停を利用できるようになりました。認定こども園から駐車場までの道に幅 1.5 メートルの水路があり、子どもが落ちそうで危ないので転落防止策を設置してほしいという相談がありました。行政相談委員は現地確認を行った上で市に相談内容を連絡したところ、地元自治会の意見も必要とのことでした。このため地元自治会の意向を確認したところ、自治会からも設置の要望が提出され、転落防止策が設置されました。次にご紹介する事例は身近に設置されているものから郵便ポストと橋に関するものです。それでは VTR をご覧ください。郵便ポストの収集時刻欄にテープが貼られていて収集時刻がわからない、収集時刻を記載してほしいという相談がありました。行政相談員は現地確認を行った上で日本郵便株式会社に相談内容を連絡した結果、収集時刻欄に貼られたテープは亀裂による雨水を防ぐためのものであったことが判明。後日、郵便ポストは新しいものに交換され、収集時刻が分かるようになりました。全国には管理者が不明である橋が多く存在していると言われています。こちらの写真の橋もかつてはその一つでした。この橋は地域住民の生活道路の一部となっており、日々の生活になくてはならない橋ですが、年々錆が広がりひびもあちこちに目立ち始めていました。
地域の自治会が市に修繕を申し立てましたが、市は管理者ではありませんでした。市から都道府県に確認しても、都道府県が設置者であることは分かりましたが、管理者ではないとの回答がありました。管理者が不明のまま、地域の住民はどこに相談したらよいか分からない状況となり、行政相談委員に相談がありました。そこで行政相談員は総務省行政相談センターに連絡し、同センターとともに関係機関と考えられる都道府県と市に改めて紹介しました。その結果、この橋は設置した都道府県が市に管理を引き継いだものと誤解しており、管理者は都道府県であることが分かりました。そして都道府県から今後市に管理を引き継いでもらうよう協議するが、引き継がれるまでの間は都道府県が管理するので、錆やひびへの対応を検討するとの回答がありました。その後、都道府県がこの橋の安全性を確認するための調査を行った上で補修工事を実施しました。行政相談委員は相談活動を通じて得られた様々な行政運営上の改善についての意見を総務大臣に述べることができます。次は行政相談委員の意見から行政運営の改善につながった事例を2つご紹介します。1つ目は貸与型奨学金の保証人等における繰り上げ返還手続きの改善についてです。行政相談委員は音信不通となっている息子に代わって連帯保証人として奨学金を返還している父親から次のような相談を受けました。奨学金の繰り上げ返還をしたいので独立行政法人日本学生支援機構に問い合わせたところ、同機構から繰り上げ返還は本人の同意がなければ認められないと言われて返還手続きができなかったというものでした。行政相談委員から連絡を受けた総務省行政相談センターから独立行政法人日本学生支援機構に紹介したところ、相談者の繰り上げ返還にかかる再検討が行われ、例外的に繰り上げ返還が認められました。しかし原則的には連帯保証人には奨学金を返還する意思があるにもかかわらず、本人の同意がなければ繰り上げ返還できない制度となっていることから、当該制度を見直す必要があるとして行政相談委員から意見が提出されました。総務省本省において検討した結果、次のような問題意識が出ました。本件のような連帯保証人は債権者から直接債務の履行を求められる立場にあるため、民法により債務者の意思に反して弁済をすることができないとされている正当な利益を有するものでない第三者には当たらず、奨学金の被貸与者本人の同意がなくても繰り上げ弁済ができるのではないか。そこで本問題意識につき独立行政法人日本学生支援機構へ紹介を行いました。その結果、独立行政法人日本学生支援機構から繰り上げ返還は本人の同意は要しないものと考えられ、この考えに基づき従来の運用を変更したいとの回答があり、本件について運用の改善が図られることになりました。次にご紹介する事例は成年非後見人名義の既存口座への後見設定手続きの合理化についてです。行政相談委員は次の通り意見を提出しました。成年非後見人名義の既存口座に成年後見人が後見設定する場合、後見関係を証明する登記事項証明書のみで手続きできることがある一方で、
非後見人の本人確認のため、これ以外の書類を求められる場合もある。登記事項証明書のみで非後見人の本人確認ができるよう、金融機関での取り扱いを統一してほしい。総務省において確認したところ、意見の通り、金融機関によっては後見設定時に成年後見人だけでなく、成年非後見人の本人確認を要するところと、そうでないところがありました。また、金融機関へのアンケートや関係機関の考え方を調査した結果、そのような取り扱いの違いの合理的な理由は見当たりませんでした。そしてその結果を行政苦情救済推進会議に諮り、有識者の意見を踏まえ、金融庁に次の事項を斡旋しました。必要な本人確認を行いつつ、成年後見人の負担軽減と金融機関の実務の円滑化を図るため、次の措置を講ずる必要がある。1、成年非後見人名義の既存口座に後見設定する際の本人確認については、多くの金融機関が既存口座への後見設定時、成年非後見人の本人確認資料を登記事項証明書のみとするという対応に肯定的であり、また現にそうした取り扱いをしていることから、このような実態を金融機関に周知すること。 2.1 について警察庁に情報提供することにより認識を共有すること。その結果、金融庁から総務省の斡旋を踏まえて、その内容の通り実施した旨の回答がありました。行政相談委員が受けた相談から様々な解決事例を紹介しました。行政相談委員は相談内容に応じて相談者への助言や関係機関への働きかけを行って、皆様のお困りごとの解決に取り組んでいます。困ったことがあったら行政相談。相談はあなたの町の行政相談員、または総務省行政相談センターへ。電話は全国共通番号 0570-090-110、 インターネット、ファックス、お手紙でも受け付けております。お気軽にご相談ください。行政相談員へのご相談について、詳しくは行政相談員で検索して、行政相談員オフィシャルウェブサイトをご覧ください。困ったら一人で悩まず行政相談。